くんも行かれへんのかもしれない。そうやね、テストのなんか内容が、うん、なんかそう。マジでたまたま、やってるな、これ。せーの、321やせっかー、ひかるです。はい、今日はですね、久しぶりのひかるからオタクにドッキリを仕掛けたいと思います。イエーイ。今日仕掛けるドッキリは3日後くらいに2人で初めてグアムに海外旅行を初めて行くんですけど、楽しみにしているオタくんに大学のテストがあってグアム行けなくなっちゃったっていうドッキリを仕掛けたいと思います。キャンセルしますっていうことを告げられて、どういう反応をするのかちょっとかわいそうなんですけど、ドッキリなんでそこはもう仕掛けていきたいと思います。せーの、やってみよう。キャリーケース邪魔やからさ、片付ける、うん、どれ？それ、キャリーケース邪魔やからさ、通らないの。あ、それ、うん、え、でも、すぐやからさ、玄関置いといたらよくない？すぐ出れるやん、そのまま。何に出るの？え？グアムそのままさ、閉まったらさ、またさ、あの、片付け、あの、出さないといけないから。あのさ、今日さ、大学でさ、うん、急に言われたんやけどさ、うん、そのグアムのさ、うん、5日間行くやん、うん、その2日目に大学のテストがあって、うん、グアム行かれへんのかもしれない。え、ごめん。テスト？え、テストって急に入るの？なんか決まっとったらしいけど、ヒカルが知らんかって普通にその日程に入れちゃったから、うん、そう、グアム行かれへんかもしれない。嘘でしょ、絶対嘘でしょ。ほんま。え、絶対嘘でしょ。ほんまやねん。結構やばくない？それもうでも支払いとか全部しちゃったで。うん、だからキャンセル料が半分ぐらいかかるから。え、多分全額かかるよ、多分今。もう今マジで言ってる？うん。え、どうすんの？めっちゃ準備したよ。うん、まあ、でも気持ち的にごめんっていう、まあ、しょうがなさはあるよ、それは。大学だしね。うん。えー、マジか、普通に楽しみにしてたからさ。しょうがないけど、しょうがない、それは。マジか、まあ、それはもうまた別で行こう。じゃあ、でもさ、もったいなくない？誰かにあげる？あ、旅行、うん、そうやな。じゃあ誰から行ってこうかな。え、誰と行くの？ん、誰と行くの？友達。男だよ。はーい。いや、まあそれはでも冗談ね、冗談だけどさ。まあでもしょうがないよね、テストだったら。結構きついね、メンタル。ごめんよ、ごめんよ。まあしょうがないそれはね。ごめん。まあでも別にもう行けるしね、別に。また予定決めよう。そうやな、今度ね、また今度。うん、ごめんなさいね。頑張ってテスト。はい、そのグアムの分まで頑張って。はい、絶対に100点取れよ。ごめん、ほんまに。まあまあまあ、ほんまは、うん、そのテストって言われたけど、うん、休もうと思ってん、テストも。あ、うん、けど、なんかその先生がめっちゃ厳しくて。うん、言ってたね、厳しいって。そう、休まれへんくて。うん、そうやね。テストのなんか内容が、うん、なんかその海外旅行についてみたいな。マジで？たまたま？なんかスーツケースの引き方とか。どういうこと？スーツケースの引き方？なんか売り方的な、なんかその作り方。
作り方、角度、角度がテストを見てるってこと。その商品の良さによってその会社の経営が変わってくる。ああ、そういうことね。そんなんある、スーツケース角度。まあ、角度はまあ一例やけど。ああ、そういうこと。問題の中で何度がいいとかあるの？まだ習ってないから分からない。あ、これから勉強みたいな。何十五度ぐらい。何十五度。あ、まあベスト。なんかね、キリスト教の学校なんやけど、うん、本社っていうかその本当のあれだよ。そっちの方に呼び出されて、うん、山の方に、うん、怒られるみたいな。あ、テスト受けなかったな。そう、めちゃくちゃ鬼じゃない。あれ、行こうかな。え、それ持ってない絶対先生。そんなことある今の時代。やってるな、これ。これやってるだろ。何？やってるね。だってやってるだろ。おかしいもんね、絶対おかしいもんね、普通に。もうキャリーらへんから俺ちょっと若干気づいてたやん、普通に。だったらーん、グアム行こうね。いや、マジで普通にガチかと思った。最初ガチだ。いや、マジ普通に、わー、マジでそのテンションだった俺。おー、うまいな、ヒカル仕掛けんの。いや、もうキャリーから分かってたよ、ほんと。キャリーの角度にテスト出るわけねえだろっていう。ちょっと笑いがこらえきれなくなっちゃった。やばいだろ。もう一点集中してたもん、こうやって。嘘、やば、カメラ。え、そうか。と。ズームしてるからさ。あ、そうなの。そう。いやー、でもまあ気づいたからね、俺最後、俺の勝ちだね。いやいやいや、最後だけやん、気づいた。やったなって俺気づいたもんだって。もう急に、あ、やばい、バレる。やったなー。はい、ということでですね、今回は旅行に行けないドッキリをね、あたくんに仕掛けたわけなんですけども。いや、よかった、マジで。マジで結構ね、先失った。え、先失った、そのドッキリ、その行けないっていうことで先失った。表現難しかった。え、先失ったっていう日本語はないけどね。どこでもどうは。はい、ということでですね、すごいな。ちょっと余計なこと言わないでもらっていいかな。私のドッキリなんで。はい、ということで今回はね、大成功しましたということで、無事2人で旅行に行ってきます。よかったですと。はい、ということで以上。何のドッキリなのこれ、普通に。ちょっと心配させようかな。普通にただのさ、俺の心配をさ、抱くドッキリやな。そうです。最低。はい、という感じでね、はい、まあ生きるんでしょ、普通に。ヒカルは行くよ。いや、俺も行くだろ。なんで俺だけ俺すまんない。はい、じゃあまあ良ければ高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。ということで以上、オタとヒカルでした。バイバイ。はい、ということで今回はグアムに行く前のドッキリでした。ということでね、今はもうグアムから帰ってきてるんですけど、今流れてる写真はグアムで撮った写真ですと。イエーイ。はい、来週にはね、グアムの動画も週末には出せたらいいなと思ってるので、皆さん楽しみに待っていてください。相当期待してください。もうね、撮れ高はもう 120% ということで。ハードル上げるね。イエーイ。でですね、今流れている写真もなんですけど、その前にパッキングの動画とかも出せたらいいなと思ってます。そうだね、それもね、めちゃくちゃね、まあ、準備しててね、面白い感じになってるので、ぜひぜひご覧くださいと。はい、でもうすぐ10万人に達成するんですけど、お、それについてはどうですか。いやー、10万人でなんとね、ちょっとプレゼント企画なんかもね、企画しているので、ぜひみんなたくさん周りに広めちゃってください。はい、今日も動画見てくださってありがとうございました。ございました。はい、次の動画はですね、金曜日に出ますので、皆さんチャンネル登録して楽しみに待っていてください。待っててください。ということで、バイバーイ。バイバイチュイ。